皆様こんにちは。茨城県議会議員の井手義弘でございます。本日のインターネットでの県政報告、8月の27日に投票日が決まりました茨城県知事選の視点と題しまして、茨城県の県政の展望とその課題、そして知事選にわたっての私たち茨城県議会公明党議員会の視点についてご報告をさせていただきます。任期満了に伴います茨城県知事選挙の日程が決まりました。8月の10日木曜日の告示、そして8月の27日日曜日が投票と決まりました。現職の橋本勝知事が7期目に挑戦、さらには茨城自民党が推薦をする新人候補が現職に挑戦をするという構図になっています。今回の知事選にあたって未だに両候補とも具体的な政策や公約は示されておりませんが、私たちは今の茨城の現状をどのように変えていくのか、どのようなリーダーシップを期待するのか、そんな視点で展望と課題をご報告をさせていただきたいと思います。まず茨城県の次の4年間の展望について確認をしていきたいと思います。2018年、来年10月には茨城県で2回目の世界呼称会議が開催をされます。また2019年、再来年の10月はこちらも茨城県で2回目になります。いきいき茨城夢国体が開催をされます。まさに茨城の一大イベントといっても過言ではございません。また2019年秋、同じ時期になるか、まだ最終的にこの時期は決定をいたしておりませんけれども、昨年秋に開催をいたしまして大成功いたしました茨城県北芸術祭、この第2回が2019年の秋ごろに開催をされる見込みでございます。また2020年7月から8月にかけて東京オリンピック2020、この東京オリンピックのサッカーが茨城でも鹿島サッカースタジアムで開催をされることが決まりました。8試合から10試合、世界の目が集まる東京オリンピック、そのサッカー競技が茨城で正式開催ということになります。こうした大きなイベントと相まって、実は来年は私たち茨城県民にとっても大変大きな節目の年になります。それは来年11月には東海村にあります東海第二発電所、原子力発電所が40年という運転の決められた期間を終了する、現在福島第一原発の事故を受けまして東海第二原発は稼働をしておりませんけれども、その稼働をどうするのか、もう一度動かすのか、さらには40年の運転、これを20年さらに延長するのかどうか、この判断がこの 1,2 年で決めなくてはいけない、そういう大きな節目が次の4年間の中で私ども茨城にはやってきます。さて、そういう状況の中で私たちの県政の課題をいくつか提示してみたいと思います。まず課題の第1は、何といっても人口減少社会への対応ということではないでしょうか。300万県民茨城というふうに言っておりましたけれども、今日本は人口減少社会に突入し、茨城もその例に漏れることはございません。平成29年の3月の時点では人口は290万人と、もう300万県人という形容詞を使うことはできなくなってしまいました。今後国の推計によりますと、平成32年37年と人口減少は引き続き、平成52年には242万人という人口規模に
落ち着くのではないかと言われています。今までかつて日本という国は人口減少というまさに経験のしたことのない事象現象に見舞われていくことになります。このような状況の中で岩内県はどのようなことを対策として打っていく必要があるのか。私は何と言っても地域地域を元気にすること、人口は減ってもその町が潤いがあり元気があり、そんな町づくり地域づくりをしていく必要があるのではないかと思っています。そのためには NPO、 ボランティアなどいわゆる行政だけの力ではなく市民セクターの皆様の力を最大限に生かす、そういう施策展開が必要であると考えます。また子育て支援の充実が何よりも大切です。一番重要な課題は、具体的な課題は、私は18歳未満の医療費を無料化をすること、これは絶対に必要だというふうに考えています。そして3番目、結婚支援策の充実です。今結婚をしない未婚の男性女性が非常に増えています。5人に1人が結婚をしない、そんな時代になってしまいました。しかし多くの方々はできれば結婚をしたい、機会があれば伴侶を求めたい、こんな気持ちがあると言われています。だからこそ行政が結婚をした際の優遇策、さらには結婚相手を見つけるマッチングの支援、こういったものにもっともっと積極的に関わるべきだと考えています。また人口を維持し増やすために、東京からの U ターン、I ターン、J ターンなどを推進する、または大都市圏に住んでいらっしゃる方をこの茨城に、県北の地域に住んでいただく、そうした移住促進策などを拡充する必要があると思います。そして4つ目、高齢者の支援も大切です。人口が減少する、これは逆に言うとお年寄りも社会の中で元気に活躍していただく、そういう社会を作らなくてはいけないということです。そのためには移動のための支援、自動車が運転できなくなればバスや公共の交通、タクシー、こういったものをしっかりと充実をさせて、お年寄りが気軽に地域の中で移動できるような、そういう体制を整備する必要があります。また買い物の支援も必要です。地域の八百屋さん、魚屋さん、こういったものがご商売がうまく続けられない、そんな状況の中で毎日の生鮮食料品、こういったものも買うことができない地域が増えています。そういった意味では行政が積極的に買い物支援なども行う、そんな時代になってきているというふうに考えています。さらには積極的な企業工場誘致も欠かせない視点であります。茨城県はここ数年、工業立地の工場の立地面積が日本一を続けています。この状況をしっかりと継続をしながら、雇用が地域で生まれる、働く場が地域にできる、そういう企業を積極的に茨城に迎えていきたいというふうに思います。次に医療、福祉、介護の充実です。茨城県は残念ながら人口10万人あたりのお医者さんの数が全国でもワーストに近い県です。そういう中でそこに住む茨城県民の命と健康を守ること、これはまさに県政の最大課題、最重要な課題であるとも言えます。そのためには在宅医療を充実させること、これが大きなポイントになると思います。大病院にかかる、医療費がかさむ、そういう状況ではなくて、自宅の中でさまざまな治療が受けられる、介護が受けられる、在宅の医療や在宅の介護の体制、これをしっかりと充実させる必要があると思います。また先ほどの少子化対策でも関連をいたしますが、産婦人科や小児科などの医師の確保、これも大事です。3点目には子どもの医療費18歳までの無料化、これは子育て支援策と
かぶりますけれども、大きな大事な視点だというふうに思っています。がん対策を推進することも必要です。検診率の向上、胃がん、肺がん、大腸がん、さまざまながん、今は治療法もしっかりと確立をされてきました。早期に発見すれば治るがんが増えています。その意味では最低でも検診率を5割、検診率を5割にまで引き上げることが喫緊の課題だというふうに理解をしています。さらにはピロリ菌対策、胃がんの主な原因、その 98% 近くがピロリ菌であると言われています。このピロリ菌を早期に発見をし、そして駆除する、除去する、そのことによって近い将来胃がんそれ自体は大きく減少するのではないかと期待をしています。そして具体的な政策にはなりますけれども、県立中央病院の機能を充実させることが必要だと思います。その意味では救急医療などの拠点として県立中央病院の建て替えの準備も加速化させる必要があると考えています。さらには精神科医療、睡眠医療の充実、これも大きなポイントです。また救急医療体制の充実、今茨城県にはドクターヘリが1機あります。日本中でもあまり例がない2つの病院が共同で運行するという形で茨城県のドクターヘリは運行されております。非常に効率よく、そして県民の命を守るために活躍をしていただいている茨城県のドクターヘリですけれども、この2機目のドクターヘリの整備も具体的に検討しなくてはいけないと考えています。特に福祉・介護を中心に課題を整理してみたいと思います。まずは地域ごとの包括的なケアサービスを充実させることが必要です。その地域地域で介護の相談からさまざまなサービスの提供、完結できるような中学校区ごとの包括的な地域ケアサービス、これを茨城の中で充実をさせていくべきだと考えます。次には特別支援学校の増設も必要です。特に県南地域、筑波や取手、守谷、こうした県南地域への特別支援学校の増設も具体的に検討すべきです。また発達障害児の支援充実、今茨城県には発達支援相談センターは茨城町に1か所しかございません。何としても早急に県南に発達障害児の支援センター、相談センターを創設すべきであるというふうに考えています。知的障害、そして精神障害を持っている方の支援も充実させなくてはいけません。入所施設を充実させること、また県立の障害者施設であります明日などの里、この再整備も急がなくてはいけません。さらには障害を持っている方が働く環境、働く場もたくさん提供する必要があります。そして高齢者の健康増進活動をもっともっと推進しなくてはいけません。そして今クローズアップされているのが格差のない茨城づくりです。所得の格差、教育の格差、さまざまな格差が県民の間に広がっています。そのためにまずは子どもの貧困対策をしっかりと県が打ち出すべきだと思います。子ども食堂の支援や、さらには学習の場の支援、こうしたことはボランティア、NPO の方々と協力をして進めるべきです。また、ひとり親家庭の総合的な支援体制の確立も必要です。ひとり親で経済的に、また相談相手がなくて悩んでいる方がいらっしゃいます。また、ひとり親家庭の総合的な支援体制の確立も必要です。教育負担の軽減、これも重要な視点です。まずは私立高校の授業料の無償化を検討すべきだと考えています。今東京で私立高校の授業料を実質的に無料化することが大きな話題となっています。全国を見ても、例えば大阪であったり、例えば埼玉であったり、先進的な自治体は私立高校の授業料を無料化をし、
教育を進め、そして格差を是正することをもう手掛けています。茨城県も遅れを取ってはいけないと考えています。そして教育の負担ということを考えれば、返還の必要のない奨学金制度の創設、こういったものも検討すべきだと考えています。こうした格差のない茨城づくりには、国連が提唱する SDGs、 この考え方を普及し啓発していく、そんな運動も必要です。次には科学立憲、茨城を創造するということです。筑波や東海の最先端の技術を活用した世界をリードする研究産業拠点作りに、県がリーダーシップを取るべきです。ロボット技術や大強度陽子加速器、次世代のがん治療法、いわゆる BMCT の実用化など、課題は山積みです。しっかりと県が旗振り役をするべきだと申し上げたいと思います。そして県北地域、日立を中心とした水素タウン構想を進めるべきです。日立には東京ガスの新たなエネルギー基地が完成をいたしました。この天然ガスを活用した新たな水素タウン、燃料電池の実用実験等を、この県北地域、日立を中心として行うべきだと考えています。そして東海第二発電所、これは原則運転の延長をせずに廃炉にすべきだと思います。確かに東海第二発電所は茨城に原子の光を灯し、そして茨城の科学立憲としてのイメージを今まで高めてきました。しかし、あの福島の原発事故以来、私は原発を卒業し、次の新たな技術で茨城を発展させる、それこそ科学立憲茨城にふさわしい選択であるというふうに考えています。その意味からは繰り返し申し上げます。東海第二発電所は再稼働させずに廃炉を決断すべきだと考えています。今申し上げました茨城の課題をもう少し具体的にまとめてみたいと思います。まず何よりも東海第二発電所、これは再稼働を行わず廃炉にするという視点、そして2番目には18歳までの医療費は無料化をするという視点、3つ目には私立高校の授業料も無償化を目指すという視点、そして4つ目には私もが住む県北地域の活性化です。県北芸術祭など新たな試みも提案をされていますけれども、もっともっと民間の力も借り、さまざまな知恵を結集し、この県北の魅力を発揮する、そういう施策を展開する必要があると思います。そして県南の課題の一つに TX の機能の充実ということがあります。現在 TX の輸送量はほぼ限界に近づいていると言っても過言ではありません。編成を長くすること、さらには東京駅、それ以降品川駅までの延伸、また土浦や石岡、茨城空港への延伸など、しっかりとした未来設計を行うべきだというふうに考えています。また茨城空港の充実も必要です。たくさんのお客様に茨城空港を喜んで使っていただけるようになりました。しかしまだまだそこに就航する飛行機の便が少ない、飛行場の機能を拡充する必要があります。エプロンを広げたり、また空港施設も広げたりする必要もあるかもしれません。茨城空港を首都圏の新たな玄関口として整備する、こうした視点も絶対に忘れてはいけないと思います。その上で圏央道の4車線化や東関道水戸線など高速道路の網の整備も必要です。東関道水戸線、なんとか2020年の東京オリンピックまでに大きく前進をさせたいというふうに考えています。そして茨城のブランド力の向上を図ることも必要です。民間の調査機関、茨城県のブランドは47位、全国でもビリだと言われ続けています。しかし茨
茨城の魅力はビリなんかではありません。さまざまな素晴らしい、その観光でも、また仕事でも、また暮らしでも、茨城の素晴らしさをしっかりと全国の皆様に、そして全世界の皆様に知っていただく、そのような取り組みが必要だというふうに考えています。そして茨城のブランド力を良くするためにも必要なのが、動物愛護の推進という課題であります。殺処分ゼロを目指し、そして愛護の拠点などを整備する、こうしたことを具体的に行いながら、動物愛護のその精神を茨城県の中にもっともっと根付かせていきたいというふうに考えています。こうした具体的な視点を持って、8月に行われる茨城の知事選挙、皆様方に賢明なご審判をいただきたいと思います。8月の10日が告示、8月の27日が投票日です。現職の6期24年にわたります経験と実績、これを皆様が選ぶか、さらには新人の新しい感覚、新しい挑戦、その視点を皆様にご選択いただくか、ある意味では茨城のこれからの5年10年を左右する大切な選挙でございます。ぜひこの選挙、茨城の未来のために素晴らしい結果となりますことを期待をしたいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。